カミーユ・デ・ムーランの肖像、リュシー・サンプリス・カミーユ・ブノワ・デ・ムーランは、革命派のジャーナリストで編集者、およびダントン派の政治家である。バスティーユ襲撃の際にパレロワイヤルで群衆を扇動したことで知られる。ピカルディ地方ギーズに生まれ、父は地方バイアージュに勤める公務員であった。親戚のソワス存代官、ブエフビルドエサルの推薦場で、奨学金を得て、 パリのルイ・コールルイ・コールブラン学院に進学。フレロンやロベスピエールとは同級生だった。卒業後、1785年、人権弁護士を目指して開業するが、あまり流行らなかったので生活は貧しかった。また、喫音であったことも知られている。1789年3月には、全国三部会の議員に立候補するも、体調不良もあって会えなく落選している。 その一方で、パンフレット作家及び編集者として活動しており、旧体制を批判するパンフレット、自由なフランスなどを刊行して、次第になお知られるようになってもいった。1789年7月、財務長官、ジャック・ネッケル・ヒメンの情報で、パリが騒然としていた時、パレロワイヤルで武器を取れとの演説をして、パリ市民に決起を促していたことで一躍脚光を浴びた。 革命が始まると、コルドリエクラブに入会し、ジョルジュ・ダントンの秘書となった。またダントン派の機関紙であった新聞、ビュー、コルドリエの編集長も務めた。一方、1789年11月には、より自由な立場からの発言の場として、フランスとグラバンの革命と題した新聞を自ら、刊行。1791年7月まで週刊で、 発行され続けた同志の中で、デムーランは先鋭的な政治、社会論評を行い、高い人気を得た。こうした活動を通じて、かつての貧困生活からは、完全に脱却し、1790年12月29日には、リュシル・デ・プレシと交際7年で結婚している。1794年、かつての友であるロベスピエールに対抗し、ダントンと共に、 恐怖政治を終焉させようと寛容を主張するキャンペーンを展開。しかし、それが元となって、サンジュストの告発によってダントン派と共に粛清され、裁判後に処刑された。親友、フレロンはこの時、リュシルの願いを断って、監獄のデムーランを救わなかったが、粛清を逃れて、後にテルミドールのクーデターで、ロベスピエールやサンジュストらの一派に報復を果たしている。 遺体は、同志と共に、エランシ墓地に埋葬されたが、後の道路拡張で墓地が閉鎖されたのに伴って、遺骨はカタコ昆布ドパリに移送されている。ありがとうございます。